早々のフリーレン、11話。こいつ、灰になってる。についてのみんなの反応集。小安ボイスで筋トレ、この時点でもう面白い。途中から声変わるの、いいぞ。フリーレンが考えた結果お邪魔しますってなるのもいい。入る前の。が聞こえるのも好き。エルフには変わり者が多そうだけど、カンパの中スクワットで命を繋いでたこいつはその中でもやべえやつだと思う。もう、スランチじゃねえ。天井散ったんだな。今、変態だ。エルンの変態って強調気味で言ってるのが、クラフトの第一印象のヤバさを物語ってる。中に変態がいるからです。なんだよ、もう、またかよ。クラフト出てくるとき体から湯気が出て欲しかった。その方が変態性が2割増しになると思うの。小屋の扉からクラフトが出てきたとき、なんで目線が下に移動したんですかね。クラフトのクラフトを服が透ける魔法で見てしまったのか。誰でも目の前の相手が上半身裸な時点で下半身がどうかを確認しないと怖いよ。変態度を認識しておかないと何が起こるかわからない。フリーレンに若いなって、もしかしてゼイリエより古いエルフだったりするのか。神話から生きるならゼイリエじゃないか。神話からクラフト生きてたら女神の実在を疑わないし、クラフトはわかりやすく中年っぽいけど、ゼイリエもよく見るとおばあちゃんに見えなくもない。4世紀主人公パーティーの前に1世紀人口が現れた感じじゃない。現実で言うとメソポタミア文明とかそのあたりかもな。エルフってほぼ永久的に寿命ありそうだな。もう呪いだろその寿命。少なくとも石像が朽ちるほど昔ではないから。銅像より本人の生身の方が耐用年数長そう。フリーレンってこの作品で登場したエルフの中で一番若いのかもね。睡眠とか毒とかバステには弱いんだよな、シタルク。いつもなら戦士ならこれぐらい平気でしょ。アイゼンは氷漬けになっても平気だったってなるはずだから戦士でも寒さには勝てないのかもしれん。フェルンは良い匂いと。厚着して斧持ってるシタルクを運べるフェルン結構なパワーでは。前に引きずったりもしてたから今更だけど、飛行魔法を応用して重量軽減してそう。ジャンボベリースペシャルと一緒に飛んでくるアイゼン可愛いな、おい。だって花畑ではしゃいで走り回るようなやつだぜ。寝起きのシタルク、原作では一コマなのに描写かなり盛られてて草。いや実際受け入れるのに時間必要だよ、あの状況。シタルクがクラフトの体をいい体って言った瞬間にフェルンが焦ったような声を出したのが良かったじゃない。やっぱシタルクいると安心するな。あのパーティーの唯一のリアクション芸人キャラだし。コビオール魔法、シタルクの心を破壊する魔法。気絶後のシタルクを浮かせて運ぶところがやたら丁寧に書かれていた感じがする。アニオリでヒンメルが処刑されてる時に慌てるフリーレン追加したのよかった。グラナト領から旅立つ手前の畑に至るリビタキが綺麗で、細かいとこで綺麗だと思わせてくれる景色いいなぁとしみじみした。毎回外で子供たちの相手しているシタルクの描写大好き。クソデカバーガーもあって満足度高い。アニメだとアウラ戦後の遺体に祈る部分から入ってこの話になるの構成が綺麗だな。ちゃんと想像するのいいよね。この2話を一緒にまとめられたのよかったな。フリーレンの信仰への考え方がわかる。これまでの回と合わせて伯爵の息子への情愛はかなり丁寧に描写されてたと思う。この人たちにも色々と背景があって、何かしらの思いがこもった装飾品なんだろうなと。町の人たちも弔いに出てるから、その中に演者がいる人もいたのかもしれない。もちろんアウラが死んだのもあるけど、遺品とか遺体が帰ってきて踏ん切りつくのはリアルだなって。息子の死と魔族への恨みに囚われて10年間、剣や部屋をそのままにしていたグラナと伯爵も剣を母標に息子を弔ってやれたことでようやく救われたんだよね。月と太陽と鳥と壺？紋章を見た感じ魔法教会だけどゼイリエが司祭なだけあって女神様の影響もあるっぽいね。さらっと出してきた資格で後から最年少取得者ということがわかる。フェルンもなかなかの印象詐欺というか、医師免許とかの類だよな。シタルクにさぞ名のある文句なんだろうって言われた時の表情や祈ってる時の切実さが何を言うかをいたわしい。とりあえずシタルクがあんたとんでもなく強しえなって真顔で言うほどの実力者ではある。レベル上限がなさそうな世界だから、クラフトのパンチはさぞよくわからないことになるんだろうな。前世紀のアイゼンと戦ったらどうなるのか気になる。魔法使いゼイリエ、武道僧クラフト、南の勇者、僧侶ハイターのドリームチーム。女神様本人がそのまんま僧侶枠に入るというのはさすがにチートが過ぎるだろうか。途中からフリーレンとシタルクも食事の時にお祈りするようになるアニオリすごく好き。
フリーレンは感謝の気持ちが芽生えたというよりなんとなくでやってるのかもだけど。ハイターの発言でアイゼンの家族の墓の前で全員で祈ることになったヒンメル一行をちょっと思い出した。全員で祈る。食べる前で手をつけてないから食器も整っている。全員のお尻の下に敷物が増えている。半年の間に作ったんだろう。本当に描写が細かい。前回の村が城に発展していく過程とか、今回の食事前の描写で祈る人数が増えていったりとか、さりげなく時間の経過を描写するのうまいよね。フリーレンっていうエルフ相手にも功績忘れられてるから、功績残したのはフリーレンが生まれる前だろう。こうして見るとフランメはまだ伝説の人だから、歴史的に見て若い人なんだな。本当に歴史的に古い人はみんな忘れられてるから無名だ。魔王討伐したパーティーのフリーレン知らないとかあるか?と思ったけど、もう何百回も倒されてるうちの一回とかだったら知らんのもあるか。だから80年しか経ってないのにフリーレンだってそこそこ忘れられてるから、何千年も前なら誰も知らないのも仕方ないな。名前のわからない大魔族みたいに出会う魔族みんな殺してたら覚えられないんじゃね。クラフトが相手したのが魔族とは限らんしな。聖剣みたいに何か別件が世界の危機としてあるかもしれんし、そもそも一度魔族に生存権を3分の1まで削られて多くの国と民族が滅亡したから、その際に出現したのも多いと思われる。写真を撮る魔法はあるけど比較的近年に開発されたのだろうか。一つの大陸が舞台だし、他大陸ではもっと悪辣な大魔王とか邪神がいるのかもしれない。大陸魔法協会だしゼイリエもワールドクラスじゃない可能性だってある。こんなのが徘徊してるから、たまに魔族が人間を蹂躙してもマクロで見ると人類は安泰なのかもしれない。何百年も生きてるとどんどん感情が平坦に落ち着くイメージがあるけど、一番年上そうなゼイリエがまだギラついてる部分ありそうで怖い。この文句に比べてババアは太古から弟子取り続けるだけ社交派だよね。あれはあれでペットロスループに陥ってる感じがあるから割と危うい。いつ頃から弟子を取り始めたのか知らんけど。クラフトとフリーレンの会話の間に描写される、死んだ獣と狐、その上に落ちてくる雪の描写が、クラフトの語りの所要無常さと相まってよかったな。やがて苦しと膨大な時間に押し流され自分の存在が忘れ去られる現実を受け入れる定年を含んだ老成と、それでもなお前を向いて生きようとする実直さを感じた。女神様だいぶエッチじゃない?そりゃ褒められるならエッチな女神様がいいだろ。アニメだと女神様萌えキャラっぽくなるんじゃないかと不安だったんだけど、しっかり神々しかった。まさか安倍先生直々の作画とは、数千年生きたらやっぱ信仰にたどり着くのか。ずっと不変なのってそれくらいだもんな。人生を精一杯生き抜いた最後によく頑張りましたねって褒めてもらえるのは報われる心地だろうな。褒めるって見ないんだよね、現実の宗教だと。主神が褒めることをするから信徒も褒めることをするっていう、ちょっと珍しい宗教だと思う。女神様白い翼生えてるけど白銀の翼を生やす魔法とか使ったババアエルフとかじゃないだろうな。エルフの一人が神格化されて女神と称されたのか、女神からエルフが作り出されたのかはわからないが。女神様はゼイリエの師匠のエルフとかなのかな。唐突に来てる描写を挟む魔法。もう付き合っちゃえよ。シタフェル供給に4年のないスタッフに感謝しかない。ありがてえ。アイゼンとヒンメルが子供たちと戯れてるのも穏やかに楽しそうでよかったわ。何か動いてるの見ると嬉しくなるんだよな。勇者一行。ハイターやヒンメルの言葉を思い出すたびにフリーレンの中で生きてるんだなって思うわ。女神を信じてないから信じろじゃなくて、いないと思うなら代わりに褒めてあげるっていうハイター好き。まだ20代前半なのにハイターのメンタルが老成してて、こいつも正しい意味で僧侶なんだな。またしてもハイターのヤバさが描写された回だった。フリーレンの魔力をさえに気づいてるとはアウラですら気づかなかったのに。ハイターだって何年も一緒にいてようやく気づけたのに、たった2回快適しただけの私が気づけなかったのは仕方ないじゃない。普通に受け止めれば気づくのに何年もかかっただし、それを否定する要素も見る限りなかったじゃない。まあユグナーも本能的な感知ではなく、論理的な違和感を感じたらしいからな。ハイターも実戦に入ったらすぐ気づいたかもね。今回の話でエルフが魔法を使えるわけじゃないってことが分かったけど、じゃあなんで魔王はエルフを狙って根絶しようとしたんだ?物理ではクラフト、魔法ではゼイリエみたいな強者が排出される長命な種族を根絶やしにするのは当然じゃない。共存するために魔族の脅威にならない程度に相手の勢力を削るんですよ。今の日本も熊の出没が激しくなって積極的に狩ろうとしてるけど絶滅させようなんて誰も思ってない。むしろ熊と共存するためにやってるのと同じよ。
クラフトと別れるシーン、エルフと人間の時間感覚の違いによる人生観の違いが如実に現れてるなって思った。また何百年か後にっていう時間感覚と、それでもまた会えると思ってるっていうさらっとした清々しい寂しさみたいな感じが残るのが良かった。フェルンとシタルクからクラフトへのお礼の言葉が追加されたのは本当にいい改編だった。原作だと一コマで背を向けて歩き出してるのが、フリーレン組はクラフトをずっと見送ってるのも良かったわ。クラフトだいぶメンタルきてたし、一緒にエンデに行って昔の仲間とおしゃべりさせてあげればよかったじゃない。このチャンネルでは、話題のアニメや漫画の反応集を紹介しています。よろしければコメント、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ご視聴、ありがとうございました。